じゃあちょっといよいよ時間前ですからもう一本もう一回のちょっと時間なので田さんここではいあいすみませんちょっと先に失礼いたしますありがとうございますありがとうございます僕は竹田つ也さんの教科書に頑張っていただきたいと思いますは頑張ってまいりますはいでは失礼いたしますおはようございますということで最後の一つもう私のなんですけどねはいおそらくと 死ん,死んでもなないのかなマスコミタブマスコミタブ、はいということでここでいよいよ出るんですよこれが。さっき高橋さんがっということすいません、えー、そ,そこにあったんですい、うんえー、共同通信さくらういろとは別記者が SNS トラブル」っていうね、えー、まあタイトル的には「共同通信さくらういろとは別記者が SNS トラブルで懲戒処分」。 社内で「まさかもう一人いたとは!」と騒ぎに、えー、2023年2月23日これはデイリー新潮。デイリー新潮っていうの重要ですからねご記憶いただきたいと思いますけれどもデイリー新潮によりますと記者が身分を隠してさくらウいローと名乗り過激な左翼アカウントを運用していたことが発覚した共同通信でもう一人別の記者が SNS 上のトラブルを起こしていたことが分かりました。 今月17日にある記者に対し外部の一個人を根拠もなく誹謗中傷する内容を投稿したとして検席の懲戒処分が出ていました。 タイミング重なったため共同通信社内では桜上呂への処分と混同する職員が続出しているということです。懲戒処分を受けた社員は社内では関西に勤務している記者だと噂されているが詳細は不明だとデイリー新潮は報じていますということなんですけれども、まあ、あの桜上呂事件、ね、については事件といったらおかしいのだ問題についてはです、ね、あのこの番組の何か。 過去取り上げたことがあるのでご案内のとおりだと思いますけれどもじゃあこの新あるいはまあマスコミタブルって一体何なのかっていうとこの手のねニュースってこれが今「デイリー新調」ですよねそれからまず一番最初に共同通信の記者だと特定したのが「ニュースポスト7」ススでそしてもう少しそれを深掘りしたのが「文春オンライン」ということで「文藝春秋社のオンライン記事」ということ。ももととこの桜の色問題に関して というとネット上では大炎上状態に陥っていた、まあ、身分が明らかになったということでね、まあ、当初は情報が錯綜していて毎日新聞の記者ではないか共同通信の記者ではないかと言われてたんですが実はね私ね一番最初にここで「ニュースポストセブン」がしっかりと裏を取りをしたというかですね、あのー、詳細について報道してるんですがこの番組一番早かったんですよ私が言ったの共同通信ですよあれはって。 知り合いの記者からうちですみたいな話を聞いてたんでねちょっとそれについてはしっかりと裏取りはしてなかったんで軽い調子で、まあ、伝えさせていただいたんだけどもまあそれはさておきでまあここへ来てですねやっぱりこれだけ出てるんだからえそろそろあのー、ね表のメディアでも書いてもいいだろうと思って私書いたのよ。うん、そしたらボツになっちゃいましたよね<ツ>やっぱり共同通信からうちちょっと配信受けてるんで、えー、共同通信が何かアクションを取るまでは ちょっと掲載できませんみたいなことになってしまってブツ、えー、になってしまったというのがそう考えてみるとねこれだけ話題を呼んでいるのに、ね、だってこのさくらローの発言というのは例えばナザレンコさんに対する発言というのはまさにさっきの望月いそこで批判したようにヘイトなんですよヘイト。 要するに抗、えー、弁できない否定できない、えー、反論できない、えー、所属だとか出自をもとに、えー、それに対して批判を加える批判を扇動するというのはこれはヘイトなんです国際的な定義。でナザレンコさんに対するだからまた二次被害になっちゃうのでその中身については今触れませんけれども明らかにヘイトだと断定していい現実があるわけですよこの桜ローのねツイッターの中には。 だとしたらこれ今までのねメディアの習いから言って「ヘイトだ!」っていうことを言うべきなのにまるでホーカかむりだしで,で加えてこれは最初はどうなのかなあのやっぱりさあというかな左翼アカウントだからこそ批判が控えられたのかなと思ったらメディそれに加えてやっぱりメディアの自粛 やっぱり、えー、共同通信とは仲間だから配信を受けているからということに加えて分かってきたのはもう一つこのまさかもう一人いたとは見たあこの理由もあるんだなとつまりどういうことかっていうと各社ねいろいろと記者が不満を抱えてるから匿名アカウントを使っていろんな勝手にバン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 やってるわけですよ。それで似たようなケースが出てきたらどうしようっていうことでいろいろ話を聞いてみると今各社ね 新聞テレビ業各社はパニックに陥っているという状況ですねいっぱいいるってことですかいっぱいいそうなんですよ匿名アカウントで勝手にそういう発信してて、えー、しかも内容的にヘイトだと断定されてもおかしくないようなだって共同通信だってこういう、えー、問題発信でね、えー、処分されたのが桜宇郎以外いるわけでしょ、ね、要するにそりゃいるでしょう、うん、他の新聞社だって、うん、マスコミだって 高橋さんどう思いますか <laughs> そ？そんな暇なの？暇です。暇なの？暇です。それでさ、なんか思うんだけど、私も SNS やってるけど全部本名なんだけど、あんまり書くのやもったいないよねって思って書かないんだよね。うん、だってうもったいないじゃんただで、はい、ネタを明らかにしちゃう,うこ、うんうん。なんか書かないじゃない。えー、でも。 何な,な,なのこの記者の方ってこのじゃあ本ちゃんの記事で書けばいい私いいと思うけれどそれ記事書けないの、うん、書けないからこっちの SNS で書くんですか要するによく分かんないんだけどいやだからやっぱりとりあえず記事って、うん、まあなんていうのかな公平中立じゃないけども本当になってオブラートに住むじゃないですか、うん、あんまり過激な踏み込んだものってないじゃないですかオブラートに住まなくてもファクトだったら別にポンと書けばいいじゃん、うん、いや <laughs> ファクトじゃないんだなそれがまた。 だ <laughs> から思いとか本当だったら解,<い>解説とか思いなんかき記事にあんまり期待してないんだけどね何 <laughs> な,んなんのこれ <laughs> 私だからさそういう,そう,いう分かんないんだよこの記者の人の感覚とかそういうのがそれとね私ねかつてね、まあ、高橋さんも連載持たれてるけどもあ高橋さん「夕刊文字で月金」でやってるじゃん帯。オビー 月だだよよくででききます、ね、いやできてよあれ,あれだから,あのほら担当の人がさ毎日毎日玉投げるから玉来るからポンと打ち返してるだけだよ。自分で一回もなんかねこれ書きたいなと思ったこと一回ももない、うんも<う>僕もね昔ね「月勤」で「勇敢ウイズで連載持ってたんですよ。うん、それで自分でネタ決めて取材して書くいや自分で決めてっから大変なんだよ。 あそうなんですかああでそれでみんな「よくできますねあんなのいや俺さ、ね、本当はね日刊誌の記者続けたかったんだけどもやめちゃっただろうでも、えー、そこで矜持というか、ね、思いはそこにあるからとりあえず月金でやろうと思って毎日毎日お前たちも記事書いて大変だね」って言ったら「書きませんよ毎日記事なんて」ってだからこんなの書いてんじゃないのそう。それあと <laughs> あれとあやっぱりさ 名前とか顔出してやってる人に対する出たびその意味もあると思うな、うん、なんであいつばっかりね注目されてんだみたいな、うん、<laughs> <も>変なプライド、えー、うんあのちょっとこう根本的なところねその左側の方のその言論ってものすごく過激じゃないです、うん、あの暴力的っていうか。えー、普通にこう見てて まあ右だ左だってことはないにしてもね例えばその安倍さんの時に僕はものすごくそれをこう感じたんですよね、うん、その言説がものすごくこう乱暴な感じで、うん荒,ね、荒,荒っぽいですよね、うん、平和だの人権だの何だのって普段言ってる人がね全く真逆なそのお感じに思えるんですけど高橋さんそれどう思います、うん そういう人たちなんかね、私は基本的にそういう事が好まないから、よく議論するってよ,よくわかんないんだよ。うん、で,もでもなんかみんな議論したいってすぐ言うじゃない。うん、いいよ、私いいよっていつも言う <laughs> 議論はいいよと。<laughs> なんであれなのかね、みんないろんなこと言って、論破とか言いたがるのいや、やっぱり承認欲求じゃないですかね。うん、承認欲求。承認欲求,認,欲求認めてるって。高橋さんさ、これ知らない行ったことないかな。 あのー、ゴールデン街とか飲みに行ったことないですかあそこでさ、うん、よくみんな集まってなんでこんなところで議論して論争しなきゃならないのかな,いやなかの私だからそういうのししし好きじゃないからなしないよしないでしょ <laughs> あれが大好きな人たちもいるのよ飲み,飲みたい時だけ飲むだけだよでそれをねツイッター上に移してきたんですよあの議論<ー>年取ってあんまり飲み屋にも行けなくなっちゃって。<laughs> だから私基本的に非常に何か議論もしないしでそ,れそれだったらさみんな本名でやればいいじゃん,うん、うん、本名で,本名でせやって握り書くでもしなければこれはこれでちょっとあれなんじゃないのちょっと抑制が効くんじゃないの本名の方が効、うんうん、くと思うよな、うん、匿名でやっちゃうとそれは出ないでもそれんさあの辺さ当初からそのインターネットをね、うん、非常にこう武田高橋さんに伺いたいんだけども、うん、SNS ってやっぱり匿名性ってのはついてるもんなんですか ついてないと思うよどっちでもいいと思うよあの昔私ねニフティーサーブってところでやった時役人だったから、うん、ちょっと匿名でやったことがあったけど、うん、もうそれから以降はもういいやと思って全部本名まあでもどうなのかな日本人ほどこれツイッター好きな民族っていないですよね少ないなでも短いからね短い <laughs> そういうこと一番利用率が高い国なんですか <laughs> そうですよあ本当ですか人口代表 ええ、あ人口対比ね、ええ、そうかまあアメリカは絶対ね、うん、絶対的な人数いるから、うんうん、このウィドウさんっていうのは何なのこれ何承認欲求だと思うんですけどねじゃあ本名でやれよそしたら本名でやってさ、ええ、やればそれなにお金稼げるかもしれないでしょ、うん、本で本名でやるとじゃあそれがねもう一つの問題点としてじゃあそれは社の方針なのか社の言説なのかっていうところにつがってくるんだよね共同通信の 例えば、休業手当やめちゃいいじゃん。いや高井さん、これはあえて言うけど、凡人 <laughs> はそういかないんですよ。いやいや、給料もらいつって言いたいこと言いたいっていうそういう、ねち。ちつごいすぎない？つごいすぎる。じゃあさあピンでやってさあの独立してやったんだとその手当手当じゃないの？うん、言いたきゃ。これ、うん、で一方でさ給料はさ安定的にもらいたいってちょっとおかしくない？おかしい。はっきりとか。 <laughs> はいという結論が出たところでいかがでしょうか。お疲れさんでございました。テイズだしデマだしありがとうございます。はい、で朝も盛り上がっておりますがこちらもよろしくお願いいたします。じゃん。3月3日夜8時から第6回夜生を開催いたします。いつものように配信開始は夜7時の準備段階からお見せしちゃいます。 参加者はこちらのお二方2月3日の夜生で大好評だった、えー、評論家江崎道夫さんが1ヶ月ぶりに夜生に参戦します、うん、そしてもう一人は、えー、闇なめジャーナル初登場金沢工業大学虎ノ門大学院教授で、えー、元会長の伊藤俊幸さん提督には北朝鮮のミサイル問題など、えー、深掘りしていただけたらと思っております、えー、須田さん伊藤提督に今聞いてみたいことありますかうんまあ海上保安庁と、えー、海上自衛隊のね 改正すべき法律であるとかルールであるとかその辺についてね深掘りしてもらいたいなと思います。あの海上自衛隊と海上保安庁ってねあのいいところにすればいいんだけど海上保安庁の船は建設国債がオッケーなんだよね<ー>だからそれで海上自衛隊の船は建設国債ダメなんだけどいいところにして両方とも建設国債でガンガン予算つけて。 これで、あれ自身をやればよろしいんじゃないかなって気がするけどね。うん、井上さん、どうですか。僕はね、やっぱり伊藤さん、は潜水艦部隊の潜水艦隊の指令をやっておられた方なんでね。えー、まあ、そういうようなこともあり、皆さんぜひともね。 えー、聞いていただきたいなと思いますありがとうございます、えー、皆さんのご意見踏まえて深掘りしてみます3月3日金曜の夜8時、えー、今回も、えー、7時から皆さんにとって期待ニュースを募集しますので闇鍋ジャーナル夜生でお会いしましょう見てください定得 <laughs> も出ますよ <laughs> はい。はい、バイバイ